はい、どうもこんばんは、コアと着ぐるみです。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。ということで、はい、本日の動画の主役はこのツムでございます。はい、ローズディープケイターということで、はい、最新のセレクトボックスで復活中のこのツムの使い方のポイントをね、ちょっとご紹介させていただきたいと思っております。でね、特にあの低スキルの方にちょっと活用していただけるポイントなんじゃないのかなっていうふうに思います。はい、あのというのも低スキルだとね、重いし、めっちゃ短いでしょ、効果時間。はい、あっという間で終わってしまうので、もうポイントは1個だけです。このね、一つのポイントを意識するだけでも、だいぶ稼げるコイン数変わってくるんちゃうかなというふうに思いますので、特に低スキルの方は、ちょっと参考にしていただければなと思っております。はい、ちなみに私のローズはスキル4でございます。まあ、ローズの場合は、だいたいスキル4から使いやすくなるって言いますよね。まあ、どの粒も大概そうなんですけど。はい。なので、ちょっと今回はスキル4のローズを使って、簡単なポイントをね、まずはちょっとご紹介させていただきたいと思っております。レッツゴー！はい。というわけで、まずは練習で、はい、ちょっと、やり方をご説明させていただきたいと思うんですけども、はい、うまくいくかどうか、はい、ご期待ですね。はい、こういう消去系の粒の場合、ワンスキルでどれぐらい、消去数を伸ばせるか、はい、がポイントだと思うんです。はい、で、まずスキルを貯めた後なんですけども、はい、スキルを発動する前に、まずね、ボムを1個だけ残しておきます。はい、で、これはね、ボムキャンのためですね。はい、で、スキルを発動した後に、ロングチェーンができる場合は、こんな感じでね、もしロングチェーン狙いそうな時は、ロングチェーンして、ボムキャンをします。はい。もしくは、もしロングチェーンができなさそうな場合ですね。はい。の場合は、ショートチェーンを2つ繋いで、ボムキャン。もう、これを繰り返すだけです。はい。で、次、スキルを貯め直します。で、スキルを貯め直した後に、ボムを1個だけ残しておきます。で、その後、もしロングチェーンが無理そうな場合は、2箇所。1箇所、2箇所、みたいな。で、ボムキャン。で、1箇所、2箇所。で、ボムキャン。みたいな形で、ショートチェーンを2つ繋いでボムキャンする。もう、これを繰り返すだけですね。はい、ポイント。はい、以上です。はい。というのもね、こういうスキルが苦手な方って、僕もそうなんですけど、もうね、あれもしなきゃ、これもしなきゃみたいな感じで考えるよりかは、シンプルにこれだけやろうみたいな、集中した方が、結果良かったりするんですよね。はい、1、2、ポン、1、2、ポンみたいな。はい、これをもう繰り返してやってもらうと、結果ね、消去数結構安定すると思うんですよね。はい、じゃあ行きますよ。はい、スキル貯めます。で、パッと見て、ロングチェーン行きそうやったら、ロングチェーンポンみたいな。で、ポンポンポンみたいな。ポンポンポンみたいな。はい、これを繰り返しやっていくっていうだけですね。はい。やし、雪エルと同じ消し方、はい、になると思うんですよね。はい、雪エルもロングチェーンして氷消すみたいな。で、ショートチェーン2つ繋いで氷消すみたいな。はい。ついこの間ね、雪エル復活した時にも、ポイントの解説の動画上げさせていただいてるんですけれども、はい、まさに雪エルと同じような消し方、はい、でいいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい、というわけでございまして、とりあえずちょっとワンプレイ、通常のスピードで やっている、動画を、最後にちょっと見ていただきたいなっていうふうに思います。はい。はい、というわけでございまして、ローズディーブケイタースキル4なんですけども、はい、54のみを使ってね、はい、遊んでいきたいと思います。はい、先ほどご紹介させていただいたポイントですね。はい、スキルを発動した後にロングチェーンボムキャン、もしくはショートチェーン2つつないでボムキャンっていうのをちょっと意識していただいて、はい、プレイをしていただくと、消去量が安定するんじゃないかなと思います。ポン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 みたいな。ポンポンポン。なんとか3回、スキル4のこの効果時間5秒であれば、3ターンできたら安定するかなっていうふうに思うんですよね。ポンポン。で、ショートチェーンの場合はタイムボムが狙えるので、で、ボムがね、こうやって溜まるので、できれば、1個残しで、あとは消した方が消去量は、増えますので、できる限りボムは
1個だけ残すようなことをね、ちょっと気持ち、まあ意識してみたらいいのかなというふうに思います。まあこれを言っていくとポイント1個ちゃうやんけっていうふうに(笑)なってしまうのであれなんですけど、はい、そうするとね、だいたいスキル、2回目の発動の時に十字消去も、してくれるっていうような感じで安定するんじゃないのかなと思います。はい、あとはどれだけスキルループさせられるかだと思うんですよね。まあこれは正直どの粒でもそうだとは思うんですけども、はい、なるべくこの時間、ちょっとね、もったいないんですけど、はい、この時間をなるべくなくせるような、はい、スキルの、再発動と、あとは、フィーバー再突入。はい、ここは、まあ、どの粒にも言えるんですけども、意識してプレイしていただくと、より、ワンプレイが長なると思いますので、はい、いいんじゃないのかなというふうに思います。まあ、スキル発動に必要な積む数も、スキルレベルがね、上がるごとに減っていきますんで、はい、よりほんまにスキル4から5から6とか、はい、に上がってくると、もっともっとね、スムーズなプレイができるようになってくると思うんですよ。はい、ポンポンポン、ポンポンポン、みたいな感じで、ちょっとリズム感よくね、プレイできるとよりいいのかなっていうような感じはしますが、いかがでしょうか。こういう系ね、めっちゃ苦手なんすけど、もうだから顕著に出ますよね、粒の消すスピードが。はい、早ければ早い人の方がやっぱりスキルもコインも伸びるので、こういう粒の場合、はい、なかなか疲れるなかなか疲れますけどね。もうね、おじいちゃんなんで僕なかなかこうね、ツムを追いかけるのね、大変なので、いかにもう先月のダッフィーとかがね、はい、楽やったかっていうのはほんまに思いますけど、でもこういうツムをちょっと使いこなせるようになってくると、よりね、ツムツム楽しいと思うんですよね。まあ正直使えるようになるとめちゃくちゃ楽しいですよ、このツムは。はい、なのでちょっと僕もね、もっともっと練習して、はい、いいスコアが出せるように頑張りたいなと思います。はい、ソコインで約5500コインかな、はい、っていう結果になりましたが、いかがだったでしょうか。スキル4で54のみを使って、はい、プレイをしてみました。約1500万スコアですね。はい、いかがでしょうか。スキル4でこれだけ稼げるのもやっぱ優秀ですよね、この粒ね。はい、ものすごく、強い粒だと思いますので、はい、もしね、お持ちの方で、ちょっと苦手な方、いはりましたら、ちょっと参考にしていただいて、はい、コイン伸びたよとか言ってもらえると、ものすごく嬉しいなと思っております。はい、というわけでございまして、ローズディーブケーターの苦手な方向けの、ここを意識すると、稼げるコイン数が伸びるよという動画でございました。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。よろしければ応援のチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、ということで今日はローズディーブケーターのポイント解説してみましたが、いかがだったでしょうか。はい、僕はこういうやり方でちょっと伸びたよとか、はい、こういうやり方おすすめですよみたいなのがあれば、ぜひコメント欄で教えていただけると、僕もねちょっと練習頑張りたいと思います。はい、というわけでございまして、はい、今日誕生日の人おめでとう、コアトキグルミでした。